い、どうもこんばんは。こんばんは。ベースリッカートリエです。皆さんお元気してましたか？いやお疲れ様でした。今日暑いね。暑いし眠いし疲れたわ。今日は本当疲れた。お疲れ様です。疲れました。あのね、どうしたでも充実してると。あ、そうそう、あ、喋ること思いました。おうおうおう、そうそう、あのね、そう、さっきちょっと話したんやけど、そこ、今日ね、今日ねじゃない、今日じゃない、最近夜に散歩を始めたんですよ。さっき言ったこと。そう、さっき個人的に話しとったこと。そう、それだった。そう、夜10時ぐらいから1時間ぐらい散歩するんですよ、近く。ああ、近所ね。近所ブラブラと。そうそうそう。で、まあ、ずっとやっぱ作業的に家にこもってるんで、リフレッシュのために。なるほど。それ必要やね。必要ね。必要。うん、まあ、音楽ゆったり聴きながら。おお、なるほど。ね。そうそうそう。ベースリカトリばっかり聴いて。お前。いやいや、嘘です。大好きやね。え、嘘？いや、本当。うん。いや、さっきだからほら。あればっかり聞いてるんですよ。世界に僕らの描いた世界のあればっかり聞いてて、まあ今日そんなの流そうかね、それをね。今日流しますので、ね、もう本当ね、散歩してる時って何も考えないでいいじゃないですか。そうだね。考えないでいいっていうか、まあ、考えないようにしてるんだね。そう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 。なんか外に出るのが楽しいっていうんですか。ああ、それ自体がね。そう。で、まあ、音楽だけじゃなくて、例えばちょっと英語を勉強しようかなって。なるほどなるほど。ヒアリングとかもし。結構夜だから、車とかの通りが少ないわけよ。10時以降やから。そうだね、そうだね、田舎やしね。で、しかも今の季節涼しいから。そうだね、夜はね。夜は。だから車の音に邪魔されずに音楽ゆっくり聴けるんですよ。なんか。パラララララ、いや、もうすごいいい。ラララララって聞こえてくるんだ。そうそうそう。それを歩きながら聴くっていうのはね。歩きながら聴いたことないな、俺は。いいよ。あのね、100% 寝るもんね、あれね。いや、夜は夜じゃなくてね、多分ね、できない。夜の曲やね。そう、うるさくて。で、いや、まあそれだけじゃなくていろんな曲聴くんだけど。ええ、やっぱり最高だと。うん。いや、まだやっぱ修行の身ではあるけども、いろんなことしなきゃいけないけど、曲自体はね。すごいぞと。すごい。それは自信持ってます。そうそう、いいアイデアいっぱいもまたそれで浮かんで。いや、それはすごい。 だからもうパワースポットなんだろ。そう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 、もうパワー曲だから ね、この散歩を始めて、その良さっていうのが、なおさら分かった。なんか昼間っていうか、結構なんか日中とかって気持ちが忙しいやん。なるほどなるほど。なんか言ったり分かる分かる分かる、分かりますよ。じゃないじゃん。分かりますよ。で、夜まあ仕事も終わって、晩飯も食って、ゆったりしようかなって時間があった、ある時に聞いたりするのももちろんいいんだけど、そういう時間リラックスして。なるほどね。聞くと、ゆったり聞けるんですよ、音楽は。で、その時のエスニックアトリエの音楽を聞くと、はぁと。まあ、例えばオープニングの曲みたいな名もなきヒーローとかは、日中聴いたら元気が出る。なるほどなるほど。これでももちろん、まあ場面場面によってね。そう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 。まあ結構ね、深いからね。深い、深い、深いよ。聴けば聴くほどね。すげえ俺今日語るね。語ってよ。肉汁が出るっていう感じ。深いことやってますよ。そう、聴けば聴くほど分かりますから、良さが。自分たちで言うのもなんだけど。いやー、すごいね。いや、ほんといい曲ばっかりだよ。いや、それはもちろん自信持ってますね。ただ、飽きた。聞きすぎてね。そう、次行こうかっていうね。そうそうそう、作ってますから皆さん。はい、もう少しですよ。よろしくお願いいたします。今年中にはね。今年中には全然仕上げる。なかなかもういろんなことがね、舞い込んできてね。舞い込んできてさ、進まない場面もあるけども、でもやっとそういう日々の過ごし方っていうのが分かってきました。ああ、お前のリズムが分かってきたからね。分かってきた。なるほど。
1日に1つだけっていうのはダメだなと。ああなるほど、そうなんだ。全部同時進行でやった方がいいっていうのが分かりました。ああなるほどね。だから必ず必ずっていうか、うん、まあ、午前中は楽器の練習時間に例えば当てるとして、まあね、ピアノとかね、なるほど、練習しなきゃいけない、それやって、うん、午後は、まあ、アレンジしたりとか、うん、曲作りとかね、当てて。あ、もう時間割り制度なんだね。時間、まあ、あんまり割りたくないんだけど、うん、まあ、午前中は割ってる。あ、なるほど、ね。でも午後は、まあ、5時間ありますよと、うん、5時間6時間あったら、まあ、その中で、うん、何でもしていいっていう、あの、あれよ、曲を作るっていう意味でよ。なるほどなるほど、うん、その中で何でもするっていう、まあ、そういうリズムはね大切、ほんと大切。な、何これ何これ、俺広げる、これ。いやいや、もう広げなくていいよ、もう。じゃあ僕の場合は言ってください。僕の場合とかで広げていく。いや、分かんない、もう任せるけど。そう、ちょっと今日は散歩を語りたくて、ちょっと。いやいや、もう、いや、偶然、スエちゃん、ほう、俺も散歩してる。あ、してるんだ。さっき言ったけどね。あ、いや、まあ聞いたけど、いや本当に。あのね、あ、ごめん、もういや、もう俺話して。もちろんあるから行かんときはね、学校がある日とかはね、行、うん、かないかんけど、おうおう、ない日とかも、歩き出したよ最近俺も。おお、いいね。俺の場合は朝。朝もいい。目の前のにあるでっかい公園で。ああ、あるね。あるあるある、いい公園が。で、歩いてる。いや、あそこいいでしょ。朝、朝っつってもまあ9時とかやけどね。いや、まあまあ、でもね、あれね、ほんで ラジオをウォークマンで聞きながら、それよ、そうそうそういいね。そのなんだろう、その最近一石二鳥っていうのが好きで。あ、そう俺なんで、あの、音楽聴く、音楽とかラジオ聴きながらやったらいいかっていうのは、うん、あの、体を軽くしてくれるんよ。ああ、はい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 、軽くしてくれる作用があるんだって。だから音楽聴きながら走ったりウォーキングしたりしてる人がおるわけよ、多いわけよ。確かにそうやね、うん、いや、ただ単にだって、うん、意識がだって、うん、行くやん、そっちにね、うんうん、だから、そうそう、あ、こう面白いなと思う、思う、いろんなことに使えるやん、ね、まあ、考え方にしてもね。そうやね、うんうん、考え方一つで変わると、うん、まあ、ただそう、まあ、話ガラッと変わっていい？そんなにこの散歩の話は別にどうでもいいよくて、まあ、二人やってるよっていうことね、うん、はい、うん、次。あのね、俺発見した。どうしたんですか？今日僕のね、もう愛するスマホで、うん、これ何、ユーストリーム、ユーストリームのアーカイブ、アーカイブ、アカウント、アカウント、あ、なに、うん、こ、記録、記録、記録、あ、なんていうのか、アーカイブっていうの、アーカイブっていうか、うん、おう、アーカイブを初めて俺エスニックアトリエを聞いた、自分で。あ、その過去の放送分を、おうおうおう、スマホでね。そう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 、どうだった？面白いけど、うん、あの俺の声がでかくていや、まあ、もともと太いからねほんで、なんだろう、たまに割れるんよねだからちょっと今今日ちょっとだけ離れて、あ、ちょっと離れてる、確かに、うん、離れてるね、うん、大丈夫でしょうか皆さんちょっとね、聞こえてるかな、ちゃんと。あ、ちょっと心配だけど、ね、末松の声がもう細くて、そうそうそう、もう俺細いから、ね、バランス悪いみたいなほんでこの BGM も、うん、あれ、なってるのかな、なってないのかなっていうぐらいで。あ、そんなちっちゃい、うん、あ、そうなの。あ、ちょっと残念、うん、結構だから寂、だから寂しい。そうか、うん、俺たちの声オンリーみたいな。あ、本当。ほんで若干ね、響いてるので。あ、そのね、あの残響がね。そう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 、はいはいはい、あれなんでやろ、よく分からんけど、すごく内容はね、すごく面白いけどうん、うん、寂しい気分広い空間を思わせるような感じだからか。そうそう、広いところで、すごく広いところで2人がなんか世間話してる土管の中、それか、土管の中で2人が世間話してるみたいな。まあ、おいおい調整していこうね。ああ、そうだね。でもちょっと分からんのよね、なんか誰か知ってる人いません？あの、ユーストリーム、もっと普通に、なんか、近くで話してる感じがいいんでしょ？そう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 。でしょ？
ちょっとやり方がよく分からないな。まあまあそれはね、まあなんかラジオみたいな音響にしたいね。ラジオそうやね、どうやってやるんだろう。あでもね、他の人のね、うん、ユーストリーム見たけどね、ラジオみたいになってたね。あそう、うん、あなんかあれか、じゃあなんかミキサーかなんかのなんかやってるね、残響。あまあ後で曲紹介するときにちょっとやってみよう。うーんもうえどうします、え曲いく、曲いきましょうか。じゃあそのさっきの君の好きな、今日の悟りを開けた題名なんやったっけ、今日の僕は違う、僕らの描いた世界になれCD タイトルにもなってる曲寝不足でね、今日今日も僕は全然違うよ、僕らの描いた世界になれ言ってる、どうぞ。
はい、ということで僕らの世界たおい、僕らの世界たってなんだよ僕らの描いた僕らの描いた世界になれでした、うん、もう喋れんくなったね。もうね疲れすぎて本当、ね、もう2時間しか寝てないもんねわかりますわかります、はい、すいません今日はちょっと特別忙しくて昨日がね。まあいいや。はい、ね今日もね、はい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 、ラーメンちゃんからありがとうございます、あのメッセージが届いてます。ありがとうございます。ありがとうございます、先ほどの話でね散歩の話が出ましたけど、歩くならヘルシア緑茶のウェブサイトでヘルシア12週間チャレンジをおすすめしますと。おということは実際やってるってことなんかな。ラーメンちゃんがラーメンちゃんがね、その日歩いた歩数または時間を入力したりして体調管理することができます。おチェックしてみてください。体調管理してるってことですよ。まあただね、うん目的が違う。ああそうね。いやまあ確かにね、自分散歩しだしたのは、うん、あの運動がしないからさ、全然家に運動しないよな、できないから、できないってわけじゃないんだけど、ちょっと運動しなきゃいけないっていうのもあったのは確かよね。体調管理って何やろ体調管理いやだ体調って管理するもん。やっぱ管理したことない。管理っていうか気をつけるっていうか、あの、まあ、でもね歩くといいよね。ただそう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 、ただなんかこう歩くことがいい、なんか好き、楽しいよね、うん、ただそれだけ。確かにそれやね。別に何とかになろうとかじゃなくて、歩くことが、歩きながら音楽聴くのがもう、そうそうそう、それ大好き最近。もう俺もすげえ心が落ち着くありがとうございますラーメンちゃん。ちょっと見てみようね後で。そうやね、うん、ヘルシア緑茶。もう一個香川さんの CM、 うん、さっきのマイクの話で残響がなんとかちょっといかんっていう話があったんですけど、はい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 、ふわふわマイ、ふわふわがついたワイヤレスマイクとかどうでしょう。響いた感が軽減されることでしょう。ズバリどうでしょう。これふわふわがついたマイクっていうのは、これね僕ね見たことある、最近あのテレビの、うん、天気予報のキャスターとか、うんうん、ふわふわマイクは、ふわふわマイクしてる。なんかほらあのアメリカとかの、うん、大統領とかってこうマイクいっぱい前にあるじゃん、はいはいはい、あん中にこうなんかモサッとしたマイクの先っぽがモサッとした感じのマイクってよくあるやん。ああいう感じなのかな、まあ、全然違う、分からんけど、とにかくふわふわしてる。ふわふわやからね、ふわふわ。まあ、今度買ってみよう。買ってみる、うん、結構軽いノリやねそれ、うん、買ってみよう、時期が来たらね。ああね、あちなみに私は体調管理してませんって。やっぱりラーメンじゃん。ほらほら同類やほら押し付けてるよ気をつけないかんっていう意識があるってことかな、うん、それともほらそれとも面白い人だ、体調管理しなくても大丈夫ですような人なのかな。ほらいやなねえほら一緒にじゃあ見よう一緒に見ましょう。あなんかあ K クラブさんからも来てますね。風切り音、風切り音、風雪音っていうかな、風雪音軽減のためのものですねっていうことで、あさっきのふわふわのことで、ね、だからか風が外のリポートとかこう風がブーンってあーなるから、ほらじゃあボーカルとかのマイク撮りするときにだからこれよ、これストッキングとか、これストッキングやって喋ればいいんじゃないのこれって言ったって分かんないここにストッキングあるからさ、ストッキングね今日作ったやつがねそうか、それだと風がね、ストッキング やっちゃうよ、ストッキングやっちゃうの、うん、あーちょっと変化があるかもしれない、やってみようか。降りてきたこれ結構便利ですよ手作り感満載。もうねほらもうすごい、この写真アップしとったらええわ。そうやね、あどんなんか重力に負けてるどんなに 手作りか。ああ変わりましたか、皆さんどうでしょうか変わりましたかね、すごい後ですごい後で聞いてみ、手作り感満載やこれなんでストッキングに向けて喋ってんの、先っぽがなんかねなんかストッキングだらんだらしてるこれ。いやでもいいらしいですよストッキングが一番。さあおこネタ用意してる今日中ネタのコーナー今日はネタありますよ、あるあるか、いきましょう昨日実はですね、まあ急な話だったんですけど、
まあ、友達に誘われて、ある祭りに行ってきました。まお前出かけるね出かけるで、ね、意外とネタ作らなきゃいけないと思うといろんなところに出かけたくなるよ。あそう、それが舞い込んでくるんだ、うん、お前からじゃなくて舞い込んでくるのかもしれない、ね、舞い込んできてるよね。でもいいタイミングであるよね。あ引き寄せてる、うん、イエス引き寄せ。これが週が違ったらちょっとそうだよ、ね、準備できてないかもしれない。だちょうどだからそうそう誘われてるよね。お前誘われてる。なんか知らんけどストッキングがね邪魔ねえぜさっきから、うん、誘われてるね。ちょっとその祭りの様子を、はい、ちょっと見ていただきましょう。これねちょっと今日、ええ、まとめたんだけど、うん、長いちょっと待ってこの時間で どうしても長くなったなっちゃうんよ。あの5分に仕上げたかったんやけど5分でいいよ。12分あります。長っもうほら押してるから。いやちょっとね喋りすぎ。12分ぐらいあるんかな。いやまあいいや行こうか。言うの遅いし。ほんで北条屋というあの有名な祭りがあって、博多の、僕一回も実は行ったことなくて知らなかったんですよ。しかも、知らなかった、うん、僕も知りません。これね1週間やってるんで、ずっと1週間祭り1週間ずっとやってるんで、めでたい県やな。やろ、まあまあとりあえず見てもらいましょうか、ね、はいはい、はい、12分はい、どうも皆さんこんばんは、今日は僕も初めて来る祭りなんですけども、福岡の東区の方で、行われております北条屋というお祭りに今日は来ました。まあ、ちょっと今からこれ入り口なんですけれども、鳥居がバッチリ、あのいい感じで月がね出てますけど、今日はちょっとこれを楽しみたいと思います。はい、では行ってきます。いいですね、なんか昔のあの小さい頃行った祭りをすごい思い出します。あの露店がすごいいっぱいあるし、なんだろう、このなんかね都会都会してないとこがいい。いやいいねこの雰囲気がいいこの人の多さといい、あの人の多さといいって言うの人の多さがいい。実はちょっとドイツを思い出してますドイツの祭りもこういう感じで。ドイツの祭りに出店はねえだろう。出店はありますよありますあります。あの地面がねあのなんていうの石畳のあの入ってんのかなこれそう、そう。向こう側に。なんか見るだけで嬉しいですね。ボストル落とし男同士で来てる場合じゃないですね。そうですよ、本当は本当は違いますよいまいちこれちょっと盛り上がりがわあ懐かしい。めっちゃ台に乗ってるあれなんいいのか、なんかワンピースのイラストがありますね。懐かしい。
ましたっけね、これ。なんか時間かかりそうだな、これな。どうしたらいいんだ。むずいな。お、危ねえ。これじゃんけんするんです。頑張ってください。はい。じゃあ最初はグーじゃんけん。よし。勝つ。じゃんけん勝ちました。なんかパサパサ。あの福岡の女性は綺麗ですね。本当に美人が多い。私はあなたを褒めるや言わないんですか。食べ物も美味しい。はい、いやなんかまだまだ道が続いてますね。あこれは道はどこまであるんでしょうか。ですけど、家楽しく行きます。今から参拝に行きます。なんであんなあれなんだろう。天国をなんでですか。戦争に負けたからです。そうなんですか。なんであれなんだろう。じゃあちょっと今から参りたいと思います。成功のために。おっと、こんな感じです。神聖な感じですね。ここでボケっとしたいです、一日。手がブレブレの時点で、ある意味ボケてるんじゃないですか。ボケっとしたいですね、ここ。わー、もういい感じだ。今からおみくじを買いたいと思います。
ました。さあ見てみます。ズズン。七。微妙ですね。はい。願望。願望？安心油断のため成功近く破るる恐れがある。待ち人待ち人。待ち人は来る。おお。来るって書いてますよ。下はなんだ？次は何て言いますか。来るの下は。来る。いつ？分かんない。まあとりあえず来るっていうことですね。いやこれはちょっといいんじゃないですか。お。あと何があるかな。失いものが出るって書いてます。お。なんか失ったか？就職就職。就職仕事。確定まで安心油断するな。お。就職なのかな。ちょっと違う気がする。恋愛。良縁であるが節度を乱し破るの忘れがある。いやそんなことはないです。僕はだってあの女がいいとか言ってたからな。いや節度はね、節度もうその時点でないもん。ちゃんとありますよ。縁談なるって書いてます。もうなんかもういいじゃないですか。結構意外に。なんかなくしたものも見つかるみたいし、争い事も若い。どんなかき氷ですか。最初からなんか味がついてる氷みたいで。これって店だな。これです。なんかね、なんかすごい不思議な感触。ほわほわしてる。ちょっと食べてみますか。からの？ライチ味です。お。お。なんか食感が面白い。美味しい。その食感を音楽で例えると。ララララララン。今回あのフォルテッシモとかそういう表現じゃなかったですか。あの、そっちか。あそこで言ってたじゃないですか。これはあれですね。あのドルチェですね。ドルチェ。ドロリッチじゃなくて。ドロリッチじゃない。それは商品名でしょ。すげえライチの匂いが。美味しかった。ありがとうございます。はい。はい、ということでちょっと長かったんですけども。長い。あの北条屋のお北条屋でした。いや楽しかったですよ楽しかった。いや中でコメントしてたけど、いや、楽しかったよ本当。昔あの子供の頃行った祭りをすごい思い出した。あのなんかこの土臭いところがいいじゃないですか。そうやね、なんか地面がこう土で、そうそう、コンクリートとかじゃなくて土でね。土いいね。土いいでしょ。やっぱ祭りは土じゃないと、うん、祭りは土じゃないと、まあ、でもこの時期に祭りって珍しいね。9月。ああそうやね、まあ、ちょっと遅めなよね。遅いね。でもかなりのこれ名物祭りらしくて、自分が知らなかったんで。いや本当にそれは東区どこちょっとなんとかわかんない、なんとかなんとか行ったのにわかんない、うん、ね。すいません。いや1週間やってるんでこれ。じゃあちょっと明日行ってみる。ぜひ行ってみてください、はい、でね、あの名物のですね、北条屋の名物のものがあるんですけども。北条屋の名物何でしょうか。ちゃんぽんっていうのがあって。ちゃんぽん。あ、ちょっとそのちゃんぽんの由来とか全然知らないんだけど、うん、あのとりあえず昨日1個買ったんですよ。買った。はい、ドンと。
でしたけどもね。ね、いやー暑いけど、まあ頑張りましょう。はい。あ、これなんかコメントいただいてますね。ちょっと気づかなかったな。これ結構コメント、何ラーメンちゃんからのコメントすごいです。あ、ラーメンちゃん来てる。ほんと、さっきの体調管理してませんからの続きですね。ちょっと待って、面白いことがラーメンちゃん押し付けました。あ、ごめんなさい、あ、これさっきのお茶の話ですね。はいはいはい押し付けました。その後のコメントが気になる。ストッキングですが、はいはいはい、マイクではなくかぶってみてはいかがですか。それめっちゃいいアイディアじゃない。そうか、あ、わかった。歌う人が被ればいいんだ、最初から。そうそうそう、ほんなら、いや、ねえ、そうか、セッティングする必要ないやん。必要ないね、被ればいいんだ。そうよ。でもそれレコーディングする人は大変ね。まあ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 、面白いね。ちょっとやってみよう、来週ね、ちょっとやってみよう。来週誰も 見られてませんけどもちょっとやってみよう、ひそかにその写真またアップしよう、その後のコメントが、北条屋の剣切なさを感じて、切なさを感じてナイスでしたってこと、どういうことでしょうかね。まあなんでか僕も さっき始めてみたけど、うん、切ない気分にはなった。僕も切なかったよ、確かだからいや楽しかったけどね、うん、いや女子と行くべきね、これね。いや、そう思いますわ。男2人はすごいいろんな幸せな夢、想像してました昨日は。さあ、歩きながらイメージでね、これがもし、それってもし女子と行ってたら、あの人とね、こんなやはしゃいでんだろうなみたいな、ね、M ちゃんと行ってたらね、 M ちゃん、あ、 M ちゃんね、 M ちゃん頑張れ頑張れ末松ということで頑張ります。あの、はい、次のコメントありがとうございます。これなんて読むんですか。知らん。原うん、え、なんていうの、なんとかの祭り、原稿のさ、原稿かなに亀山上皇、歴史的なあれか、うん、歴史ため亀山上皇が敵国降伏、あ、そうそう、祈った場面あったじゃないですか、自分が祈ったっていうか、はい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 、お賽銭を入れてね、はいはいはい、あそこの行く入り口のところにこう上向いたら、うん、こういう敵国降伏って書いてあったんですよ。これはどういう意味かなと思ってたら、ちゃんと説明してくれてますね。敵国降伏を祈願し、ありがとうございます。その時の、いやー、もう直読めないわ、ま、が読め全然読めない、ダメだ、ごめんなさい。末松さん、失ったものって何ですか。いや、なんかあったんだろう。いや、失ったものなんだろうね。いや、別に失ったとは言ってないんですけど。なんて言ったの。あの、おみくじでね、基地が出た時に、あ、なんか失いものが出るって書いてあったんで、何か俺失ったかなと思って、うん、出たらいいなと思って想像したんですけど、特に失ったものが何なのかちょっと分かんない感じですね。まあそんな感じか。優しさ優しさを失ったんだいやいや、失ってないと思うけど。ああ、そうそう、はい、失ってません、まだね、恋も諦めてませんと。いや、諦めてないですよ、そんな、もう、もう諦めてダブルかですよ。さあ、はい、次のコメントは、北条屋、北条屋行きたくなりました、金曜日行ってきます。じゃあ来週ね、そのね、宣言してるよ、感想を、ラーメンちゃんに、うん、コメントしていただきましょうかね、ということで、お約束で、僕たちはストッキングをかぶって放送するそれはお約束で、バックミュージックも流してないけどね、はいはい、もうお願いしますよ。何このちゃんとしてないやついやいや、俺も全然気づかなかった。いや、もうストッキングに目がいってる、しょうがないよねちょっとこの写真はアップしとこう、この今のストーキングもね、あ、今の写真ね、後で、うん、後でね、まあ、ということで今週も、いや、面白かった、今週遅くなりましたが、あの
Thank you.